綾柳学園に入ったのはあの高校生がいたからだけど、歌うことや演じること、踊ることがこんなに楽しいんだって教えてくれたのは踊り先輩です。三日月たちの滑走路側に5つと、海岸のアジーさんとラフタさんのところに3つ、バッテリー2人で作り上げたこのチャンス、期待に応えなきゃ男じゃないよね。見た目が変だろうが、その判断を自分の責任でできるのが大人だよ。そんな難しいこと考えてるの？僕はみんなで活動するの楽しいよ。選ばれしエリート銀河パトロール隊員ジャコだ。ああそうだよ、殺してるのは俺のせいじゃない。大学の連中は俺の光る絵の才能に気づかないんだ。どうもお疲れ様。よかったらマッサージしようか。遠慮しないで行って。キリンググッズってさ、殺人の真似事をして人を殺したいっていう気持ちをごまかさなきゃやばいんだって。ほら、一宮ちゃんはさ、まだ他人の模擬戦すらろくに見たことないだろ。つまりこの光陵学園はつくも昨夜のために作られた研究機関ということだ。世界を歪めているのはクールだけじゃない、あなたもだ。バサラにも仲間を思う気持ちがあるってのか。ふざけんな、こっちだって大事な人たちを散々奪われてきたんだ。なるべく痛くならないように頼みます。あと一発で一緒に行けるなら委員長の秘密も消してくれ。嫌でございます。このエラム、ナルサス様には一生かけても足りぬほどの大恩がございます。これからもナルサス様のお供をさせてください。僕は信じない。あの親は変わらない。あんな親の愛なんか偽善でしかない。そして僕は兄さんが僕として生きていることを認めない。ナナ、今度また遊びに来ていい？いいけど。俺、まどかさんの衣装着て頑張るから、テレビで見ててくれよな。みんなと一緒に練習できるようになるよ。吹奏楽部へようこそ。とにかく君だけには絶対負けられないんだ。君の上を行く品を作ってやる。わかったか、ゆきひら。地球は俺たちが回す。大事なことを忘れていた。僕が希望なくしてどうするんだ。さすが教団の精鋭エクソシストさ。自慢。つまりお勉強としちゃ、とんがった機体よりお姫様のオブジェクトについていった方がお買い得ってわけさ。ミユに余計な知恵と力を与えたこと、父の概念痴漢をも破壊したこと、そんなことはさじだ。ただの高まし崩れです。名乗るほどのものではありません。ところで手枷はどうしました？私の知らないところで誰かが同じ型のウィルエアを使って何か事件を起こしている。お前が目覚ましたってことは、マナカもあいつは変わってねえだろうからな。暗い海の底にいるように何も聞こえない。誰もいない。暗い。ああ、でも自分の心の中を覗かれてると思うとちょっと嫌ですね。あ、心どころじゃねえか、体も見られ。ポッキン。あ、たまんないな、人の心の折れる音を聞くのは。僕はキリコちゃんと一緒にいたい、力になりたいって。たとえペンギンに襲われようが、捕まっておもちゃにされようが、やっぱり腕を飛ばすときはバリアを解除する必要があるんだ。腕のスラスターがバリアと干渉するからだ。褒めすぎだよ。むしろみんなの頑張ってる姿に感心してるところだったよ。綾柳を受けるって決めるまで音楽の勉強は学校でしかしてこなかったんだ。でもこうしてここにいる。やってみなきゃ結果はわからない。